波動拳昇竜拳、竜&剣だけに昇竜拳ってね、はっ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 。面白くない、こんにちはです。今回もバザー実況やってきましょう。今回ですね、竜&剣使っていこうかなと思います。こちらね、当たらなかったんで、もう一切当たらんかったね。一切当たらんかったんで、あのね、フレンドの方にお借りさせていただきました。ありがとうございます。光属性にね、変更させていただきました。副属性用で。こいつさ、左側のなんだっけ、こいつ、剣だっけ？こいつさ、もう全力でガッツポーズしてるなーって思ってから、もうそれにしか見えない。もう炎をまとうほど嬉しいことがあったみたいな。まあ、告白成功したんだろうね、ということで。で、しかもさ、こいつ見て。これ、進化後さ、これ横幅すごい！こう真ん中誰もおらんやん、これ。すごいね。で、こいつがさ、リーダースキルご覧ください、これ。俺より強い奴に会いに行く、かっこよすぎ。引きか、光属性を5個以上繋げる、結束半減、攻撃感26倍、3コマ加算、固定ダメージ、バランスの HP 2.4 倍ということで。まあね、サブにこいつを詰めるのが多分一番いいんですけど、まあ持ってないんで、もう何使おうかなと思って、ボックス見てたら、もうピンとくる、光る一番星、僕だけのキューティーハニーがいたね。それが誰かっていうと、スピードワゴンですね。もうスピードワゴンもこいつバランスタイプで、しかも見てください、こいつ。4ターンで打てて、1ターンのダメージ無効貫通、ドロップの6解除し、LG 型に光る1個させ、1回ボス機効果。好きだらけだぜ！もうね、告白ガチ勢ということで、こいつね、多分、もうあれだろうね、あの、剣が告白した相手はスピードワゴンだったみたいな、そういう伏線回収やっていこうか。それじゃあやっていきましょう。さあ行こうか。いやー、始まりましたね。ついにナリが、あの、ストリートファイターコラボ。皆さんガチャ引きました。僕はね、もう、かぶりまくり！もうダイヤ4つ、昨日も言ったんだけど、ダイヤ4つ出て、そのうちの3つが同じキャラ、ジェイミーでしたね。もう、クソタレイ！クソタレイ！まあね、こんなんでやっていこうかなと思いますよ。さあ、ピノネロさん。最悪だね、序盤最一番当たってほしくないキャラが当たっちゃいました。あの敵ね、あのルーレットがね、こいつめちゃめちゃめんどくさいんですよ。なんか誰かルーレット作るみたいな人いないですか？まあさすがにいないが、オッケー。さあ、めちゃめちゃゲップ出そうだね。今なんかおならみたいな音鳴っちゃった。今おならじゃないです。オッケー。さあ、でそう、今日ちょっと話したいことあったんですけど、あの皆さん学生時代、まあ今学生の方もいらっしゃると思うんですけど、楽しんでらっしゃるでしょうか。多分今夏休みだとは思うんだけど、いやね、ウルワホイから言わせていただきたい。これね、学生の間に楽しんどけよって言ってくるやついるじゃないですか。でね、僕それ当時黙っとけやと、これ楽しむわ楽しむわそんなこと言われんでもと思ってたんですけど、これ実際自分がもうね、学生じゃなくなると、もうこれマジで後悔すんだよね。めちゃめちゃ後悔する。で、僕のね、ちょっとあの学生エピソードでね、あった激面白爆笑エピソード、ハードル上げすぎなんですけど、があるんですけど、ちょっとあのハードル下げてください。ちょっと上げすぎました。ちょっと待ってください。で、それが何かっていうとですね、高校1年生の時からに、授業中、英語の授業があるじゃないですか。で、その時にね、英語禁止英語授業があったんですよ、僕らの中で。あの、普通にあったんじゃなくて、あの、近くの席が隣の友達と一緒にやってたんですよ。あの、3人、4人ぐらいで。で、その、英語の授業だけど、英語を喋るの禁止にしようぜ、みたいな。なんか普通にあるじゃないですか。英語禁止縛りゲーム実況みたいな動画とかあるじゃないですか。そういう感じで、その、英語の授業で、もう逃れられないよね。英語の授業で、英語を喋るのを禁止しようぜ、みたいな、そんな感じでしてね。一回、こいつは、こいつ、ボイスうるさいんで、OK、これ使って、これ使って、で、これ使って、これ使って、で、これ使って、OK、で、これ使って、オッケー、やかましすぎんだろ。もうめちゃめちゃ好きだらけじゃん、僕。どんだけ好きだらけだったんでしょうね。で、うわー、ここが、こうかな。オッケー、さ、こんなで。で、その英語授業の、その英語縛りで、で、アウトになったら何をするかなんですけど、あ、待って、これ。カプセル使ってね。あー、すみません。マジ申し訳なす。ほんまに、これ。無効貫通毎ターンできるようにやってんのにやらないっていう、この何を生まれてきてんねんみたいな感じは本当に申し訳ないで、その英語縛りで何をしてたかなんですけど、そう、英語を喋ってしまうことに自分の手の指、爪の爪あるじゃないですか、爪に、蛍光ペンで全部色を染めていくっていう謎すぎる罰ゲームがあったんですよ。まあ、考案したの私なんですけども、
あの爪にあの蛍光ペンあるじゃないですか、なんか大事なところに線引くあの蛍光ペンを爪に塗っていくっていうで、あのめちゃめちゃその一日中それでいるみたいな、そういう罰ゲームをね私が考案しましてやったんですけど、でね結構ね僕そういうゲーム得意なんですよ。で英語の授業で例えば隣にいる人が A 君だとして、先生がね A 君あの朝は英語でなんて言いますかみたいな感じ当てられた時に、その当てられたから仕方なく友達がうわみたいな、当てられちまったぜみたいな、モーニングつけて、ほんで指に塗ってグワーみたいなこと言ってて、で僕やっぱ結構得意なんで全然英語言わないんだよね、こういう縛りプレイ結構僕得意なんで、で楽勝だぜみたいな感じで、お前塗られやがってバカだぜみたいな感じの話をしてて、で他にもなんかその友達がね、やっぱり友達は苦手なんだよね、だから友達がなんかミスって普通に日常英語のことを言ってしまったりしてたんですよ。なんか普通にあるじゃないですか、やっぱりあの普通に過ごしてたらなんかどうしても英語で喋っちゃうよみたいな単語あるじゃないですか、そういうのを言ってしまってうわーみたいな感じになってたんですよね。で僕も高みの見物よ、もう一切英語言わないので、一切英語言わなくて、うわウール強くねみたいな、お前一回ぐらい英語言えよみたいな感じになって、いやー楽勝すぎるってみたいな話をしてたんですよ。そしたらある瞬間に先生が、あのじゃあウルワホイ君、ここの英語のこの教科書のこれ18ページにあるこの英文これ全部読んでくれるって言われて、終わったこれ終わったってなって、で英文を全部読んで、もう指の爪も全部終了で、一回ねこれもうやばいやばいと思って、もう隣で友達も大爆笑よ、もう永遠に笑ってんだよ、もう僕の爪もう全部終了するの確定したからで、あの先生にね一回説得したんですよ。いやちょっと待ってください先生、そう英語全部読んだら僕の人生終わりますって言って、いやなんでみたいな感じで、こう遊んでるって言えないじゃないですかそんなので、でいや待ってください先生、ちょっとなんかもう500円あげるからカステラあげるからみたいな、こう適当に諭すんですけど、でもね先生はいやもういいから読んでみたいな、でもう終了しましたね、僕の爪がもう全部なくなりました、爆笑エピソードではなかったね、ごめんね、オッケーさ。でこういうねやつがあったんですよ。でこれが多分なんか僕のやってたやつで、あの高校人生で一番最大の事件だったと思うんですけど、いやこれはさすがにヤバすぎたね、あーもう人生終わったなと思って、オッケーさ。いやいいね、こちらもバランスタイムのチームだ、バランスタイプって言った、ちゃんと今バランスタイムって言わなかった、そんな気持ち悪い空間バランスタイムね、オッケーさ。あと火も組もうとしてるのかな、あー惜しいね、でも大丈夫でしょう、これ多分倒したでしょう、オッケーさ。マジルーレット邪魔すぎな、これ誰かルーレット上書きできる方いらっしゃらないんでしょうか、いないね、さすがにいないか、キッズキャッチーは半減されたしかも、オッケーで、ここも、ロバート・ダウニー・ジュニアで、オッケーさ。ロバート・ダウニー・ジュニアじゃないです、ロバート・ダウニー・ジュニアはあれだ、あの海外の俳優でした、オッケー、まあ、こんなんでいいでしょう、オッケーさ、うまいね、めちゃめちゃうまいさ、もうこう圧倒的スペシャリストと呼んでください、素晴らしい火力、いやいいね、もうこれも最強パーティーよ、ごめんね最初多分みんな絶望しただろうね、なんでスピードワゴンいいんだよこんなチームにみたいな感じになったと思うんですけど、今回これで、でね今日ツイッターでトレンド見てたんですけど、今日稲妻イレブン15周年らしいですよ今日で、昨日日付超えた時にあの稲妻イレブン15周年っていうあのトレンド入りしてて、で僕ねやっぱ学生時代てか小学生時代やっぱ稲妻イレブンね大好きっ子だったんで、うわ稲妻イレブン15周年だってみたいな感じでさ、友達と通話してたんでその時めっちゃキャッキャしながら喋ってたんですよ、うわ稲妻イレブンのトーク久々にしちゃうみたいなね、稲妻イレブンのねことをちょっと語ってて、いや何々だよねみたいな、うわあれは何々だぜ、うわ何々だよねって5分ぐらい話した後にあの冷静になって、もう15年経ってんのってなって、あの自分のあのおじさんかに頭を悩まされましたね。いや、ちょっと稲妻イレブン、そんな急な裏切りある。今まで一緒に青春歩んできたのに、急に僕の、お前おじさんだぜ、みたいな感じでこう言われたんですけど、マジ傷すぎ、オッケーさ。で、無効貫通のキャラは誰なんだ？あれ、なんかさっき無効貫通のスキルありませんでしたっけ？わからん。オッケーで、これ使って、いただけだぜ！てか、初めてアルバート出たの、次ボスだ、しかもラッキー。ラッキー？で、こんなんで、オッケーさ、いいでしょう。これで倒して、いや、マジいいパーティーだな、これ。しかも、ちゃんとね、属性吸収は、この、ドゥ&ケンテでやってもらったみたいな感じで、こいつやばいよね、10コンボ強化5つって、しかも、非変身ですよ、この方は。もう、ぶっ壊れ。オッケーさ、来ました、敵。いや、今回、楽勝だったね。しかも、ツイッターのね、こう、今日トレンド入り見てて、もう一個あったんですよ。なんか何かっていうと、スキップ高速化みたいな、何それってなって、
ヒップ高速かってなって、なんかね、次のオリンピックの、科目に、もしかしてスキップを高速で移動するみたいな、そんな感じのね、バトルが繰り広げられるのかなって思って、ビビってね、その、恐る恐るトレンド入り見たら、単純にゲームの、ウマ娘がスキップを高速化できるようになりましたっていうアップデートがあっただけで、なんやねみたいな。オッケーさ。うわ、両方あれ使ってるカンスト。俺は言ったでしょう。うん、素晴らしいね。これは絶対言った。オッケー、素晴らしいね。ナイス、これナイス送っときます。これ素晴らしいね。これマリエルもカンストするんじゃないかな。いや、だよね、こいつさ、なんか。攻撃は激ゲーあるんだけど、倍率すごすぎて、もう普通にカンストするんだよね、今の時代。マジ強すぎ、こいつ。うーわ、これを見越してんのか。かっけー。一生ついていきたいね。これパスしても大丈夫ですよ、全然。これパスしても大丈夫。これパスして僕がワンパーさせていただきますよ、これ。こういう人は向こうなかったのかもしれない。あ、九州向こうはやっていただけたみたいな感じなんですかね。いや、もうこれ倒すつもりだ、これ。いや、だったらやっぱり見守っちゃうよ、お兄ちゃん。お兄ちゃん、あなたの成長が一番大事だからね。あ、無効貫通いつの間に発動されてる。あれ、いつの間に、さっきの方があれなのかな、無効貫通2ターンみたいな感じなんですかね。オッケー、さあ、素晴らしい。ね、そうだね、多分無効貫通2ターンあったんでしょう。いや、これ倒せるのかな、わからんけど、頑張ってくれ。いけ、削れ、勝っちゃ。もう、あずきばあちゃんも硬すぎ。オッケー、さあ、ここは私にお任せあれ。しかも相手、これ属性吸収するまでもなし。オッケーで、ただ竜&剣のスキル一回も使わないのもあれなんで、一応これ使おうかで、昇竜拳、昇竜拳してね、これですよ。よし、これでもう勝たせていただきました。もう一個 LG いただこうか。オッケー、さあ、うまいね。光の LG 2つ入れさせていただいて、最後竜&剣の剣&竜の火力をご覧ください。結婚したい。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。